はい、どうも、ゆきです。今日は塗りポイント予測対決をしていきたいと思います。で、このゲームのルールはですね、まずは俺が最初に塗ります。で、次に、俺が塗ったインクを見てから、ポイントを予測して、3人には塗ってもらいたいんだよね。俺の塗ったポイントに、近い人が勝ちです。頑張りましょう。皆さん頑張りましょう。で、今回戦うのは、ボーイとイカちゃんと、ヒレオくんですね。今回持ってきた武器は、若葉シューター。武器自由なんですけど、ボーイが多分ちょっとリードかな、これ。真似して塗れば結構リードできるんじゃないかな。じゃあ、最初塗りますね。いくよ。よーい、スタート。これをね、30秒だけ塗って、みんなには再現してもらいます。まあ、適当に塗ってね、合わせていただきたい。3人には。見ててね。3人見ててね。危ないよ。当たらないで、ね、危ないよ、ヒルくんも。危ないよ。埋もれちゃってる。じゃあ、これで。これで OK。さあ、他の方、3人は、この俺のポイントに近い人が勝ちなのでね。見事にポイント揃えられるのか。もうこっから俺は塗りません。いやでも武器が一緒の若葉シューターがね、やっぱりね、いいんじゃないかな。優勝候補ってやつなんじゃないかな。雨使う？雨使う？さあみんなどうする？みんなどんだけ塗ったかわかんねえな、でも。ヒリオくんが一番、うまい！ヒリオくんが一番近い！ヒリオ、勝ち！ヒリオの勝利です。おめでとうございます。はい、さっきはね、残り時間が30秒しかなく、まあ、軽いお試しみたいな感覚だったんですけど、今回1分30秒使って、半分の時間を使って塗っていきたいと思います。ちなみに俺が今回使う武器は、スクイクイ。びっくりした。ヒリオくんごめんね、当たっちゃった。ヒリオくんは、その武器なんだ？これはね、ボールドマーカー7か。観察してる。そこで観察してる。ヒリオくんだってめっちゃ近くで観察してるからな。ボムも投げといて、塗っておこう。あ、もう時間ない。最後、最後これ爆発させよう。当たりに来ちゃった。ごめん、ヒリオくん当たりに来ちゃった。さあ、30秒経ったので、みんな、塗るのを開始してください。最後に、この、俺の塗りポイントに近かった方が勝利です。さっきはヒリオくんが勝ちました。ヒリオくんは、恐る恐る、ちょっと計算しちゃってんのか、これ。なんか計算してるね。ちょこちょこ塗ってるけど。てか、ポイントさ、誤差なくさ、この下1桁もさ、ぴったりさせようとしない？ヒリオくん。なんだかんだみんなね、危ない！それ振るの？ちょっと危ない危ない、危ない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 で、怖い怖い怖い、よし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 、怖い怖いな、ビビらすだけか。さあ、609に一番近いのは、ガールだ！あ、ガールが一番近い！ 50 ポイント差ぐらいか。ガールの勝ちです。2回戦ガールの勝ち、おめでとうございます。はい。3回戦目。今から3回戦目を行っていきたいと思うんですけども、次の武器は、ダイナモでいきました。結局なんだよ。俺が、合わせたら嫌がるの、そんな。しかも、武器それあれじゃん。オーバーフロッシャーじゃん。じゃあダイナモで、振っていこうかな。でも今振ると、ヒリオくんに当たっちゃいそうで危ないんだよね。ちょっと、当たりに来てないか、これ。ヒリオくん。ヒリオくんついてくるんだけど。危ないよ。危ない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 、うい、危ない、これ事故るぞ、ヒレオくん。当たる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 、当たらないより振らないとね。うい、4振りぐらいしといたよ。ただ、ヒレオくんがいるから。あー当たっていた。それでは、塗る人たち、スタートしてください。今から始まりました。こちらはね、若葉シューターと、ザップですね。ヒリオくんは、塗った？こんだけ？みんな結構塗れたかな？もうちょこちょこ調整してたの、今。塗れた？え？
なんかついてる。シールドついてた今。ヒレオくんがなんかシールド投げて遊んでる。これなんか当たらないんだね俺。シールドでシャワーできるぞ。次。これみんないい線いってんじゃないか。これ名勝負な気がする。さあ俺に近いポイント誰だ。238に近いのは、あ、すげえ。てかヒレオくん全然塗ってないじゃん。はい、今度はヒレオくんが塗ったポイントを、3人で競っていきたいと思います。今回は俺も塗る側ですね。後から塗る側やっていこうかなと思います。もうなんか書いてるんだけど文字じゃなくて絵を書いてないか。これ何ポイントだ、塗りポイント。しかも北斎か。ヒレオくん塗るんじゃなくて落書きしてます。火の後もうなんか予測できるんだよ。ヒレの後もう予測できるだろう。ヒレを。で、点かけない。ヒレく点かけないって書いた。変なとこ書いたな。さあ、それでは塗っていこうかなと思います。この塗りポイントか、どんくらいだろう。なんか、スーってやってるから、まずここだけで 60?70 ぐらいってそうだな。ちょっと消されちゃったけど。消されちゃったけど70ぐらいってそうだな。で、これで20ぐらい。90でしょ?で、ヒレオの文字で1000ぐらい。あれも40ぐらいじゃないか。130ぐらいだな、これ多分。130ぐらいだ。130稼ごう、頑張って。そんくらいな気がする。ヒレオくん。違うって言ってる。ヒレオくん130違うって言ってる。いや、逆に130ドンピシャなんじゃないか、これ。違う?ちょっと塗っとく?なぞっとく、ヒレオの日だけ。ここなぞっとくべ。これだって13でしょ。あ、ふんふん言ってる。合ってるかこれ。うわ、みんなうまいこと言ってる。いや、これ勝ちてー、これ勝ちてー。俺143、ヒレオが133。あれも40ぐらいじゃないか。130ぐらいだな、これ多分。ヒレオくん。違うって言ってる。ヒレオくん130違うって言ってる。これヒレオなぞらなかったらさ、ドンピシャだったわ。青し、やっぱこれヒレオくん、あれだぞ。なんかギクギクして、やめろやめろってずっと言ってたんや。